自動運転、いよいよ2020年を迎えようとしてますから、まあ、2020年、その法律的には、道路交通法と保安基準が、例えば大中レベル3高速道路に限って、レベル3を認めるというような法改正がすでに行われているんですね。でそこに向けて今、まあ、自動車の細かい技術の基準を、まあ、ディテールを詰めているところなんですけども、まあ、2020年から21年頃に、まあ、世界のまあ、いくつかの自動車メーカーは、我先にとレベル3を発表してくるのではないかなと思います。で問題なのはですね、このレベルの話なんですが、もともと自動運転の定義があやふやな時に、まあ、アメリカの自動車技術学会が、いわゆる SAE という学会なんですけども、ここがレベル0、1、2、3、4、5、まあ、6段階に分けて定義したのが、まあ、現在世界的に使われている自動運転のレベルなんですね。で勘違いしてはいけないのは、これは自動化のレベリングであってですね、車のレベリングとは違うんですね。つまり分かりやすく言うと、例えばレベル3、まあ、3の非常に初期段階の例えば 3.1 と非常に高度なレベル2、まあ、2.9 を比べた時に、必ずしも3が偉い、3の方が優れてるというわけではないんですね。自動化技術が進んだ程度を、まあ、レベルで表しています。もう一度繰り返しますと、まあ、レベル0が自動化がない状態ですね。何もない状態、まあ、人間が全部運転しなければいけない、まあ、しかしオートマティックトランスミッションがあるから、もう変速は自動になってるんですけど、まあ、これは自動とはカウントしないで、まあ、レベル0で、レベル1は何かというと、例えば前後方向ですね、加速とブレーキ、ここに自動化技術が入るとレベル1、レベル2はそこに今度横、例えばハンドル操作ですね、車線維持、あるいは車線を逸脱したら元に戻してくれる、あるいは自動的に車線変更、まあ、自動操作と言われているところですね。これが入ってくるとレベル2というふうに入ってきますね。ですから、まあ、レベル1、2までは前後左右のシステムが自動で動かす領域なんですが、まだここの段階ではドライバーは前をしっかり見て安全運転の責任を持ってますから、本当の自動運転とはまだレベル1、2の段階では言いにくいところがありますね。まあ、しかし、官民 ITS ロードマップ、日本政府が掲げた公式なレベリングの内容を見ると、レベル2のところに部分自動運転のような書き方がされているので、自動化が部分的だということであって、自動運転車とは違うので、まあ、ここはすごくややこしいところなんですけど、で私の解釈では、ドライバーが安全運転の責任、まあ、前を見ること、まあ、アイズオンと言いますけども、前方監視義務から解放されて初めて、自動運転と言えるのではないかなと思ってますから、そこで一つの線引きを私自身はしてます。ですから、どんなに高度なステアリングシステム、あるいはブレーキ加速システムがあっても、ドライバーがしっかり前を見てなさいというような状態では、自動運転とは言いにくいというふうに理解してるんですね。で最近、まあ、ハンズオフの車が出てきましたけども、このハンズオフも手を離していても目は前を見てなければいけませんから、これはレベル2の段階であって、私は自動運転とはちょっと言いたくないというふうに解釈してるんですね。問題はですね、レベル3になった時なんですけども、まあ、ある一定の条件が整うと自動で走っていける、その時に初めてドライバーは前方監視義務から解放されて、例えばスマートフォンを見たり、あるいは備え付けのテレビを見たりすることが道路交通法上も許されるんですね。レベル3を満たす機能がある範囲の中では、ドライバーはスマートフォンを見てもいいというふうに道交法では新しく改定しました。まあ、しかし、そのある条件というのが癖物で、システムがもうこれ以上自動で走れないよっていうような状態になった時に、実はドライバーに戻すんですね。テイクオーバーリクエストで、ドライバーさん運転変わってくださいというようにシステムから人間の方に戻されるんですが、戻された瞬間に、まあ、レベル2になるわけですけれども、この戻す過程が難しくてですね、その間で事故が起きた時に一体どっちの責任なのかとか、そのために戻してもドライバーがそれに応じてくれない場合があるんですね。まあ、悪意を持ってわざと応じない場合と、まあ、うっかり寝ちゃった場合と、まあ、いろんなパターンがあるので、このレベル3に関して言えば、例えばドライバーモニタリングシステム、まあ、赤外線とかカメラを使って
ドライバーの状態を常にこうモニターしていて、安全にドライバーに運転を引き継ぎができるかどうかということまで判断して、今ドライバーが寝てしまっているか引き継ぎできないよねってなったら、まあミニマムリスクマニューバーといってですね、最低限の安全をそこに1個担保しとかなければいけないということで、ドライバーが運転に応じない場合はシステムの判断で自動的に、まあ、高速道路上で止めてしまう、まあ、そういうようなところまで細かく安全をそのセーフティネットを入れながらレベル3に移行というのが、まあ、今の現在地なんですね。